はい、えー、CIC ライブ、えー、日本の老舗、えー、今日はですねスタジオにですね玉木,あの玉木さんにお越しいただいておりますよろしくお願いします,ししますありがとうございます最初ちょっと番組の紹介をさせてください本日もですねナビゲーター、えー、スターマーク林正勝がお届けをさせていただきますはい伝統の良いものを現代へということで今日も日本の老舗やっていきたいと思います はいこの番組はですね、日本最大級のイノベーションセンター、リアルの出会いに価値がある、えー、c i c 東京のライブスタジオからお届けしております。えー、快適なレンタルオフィスとですね、えー、もう今200社以上ですね、起業家が集まっているコミュニティを提供している c i c 東京では、現在レンタルオフィスの入居者を、えー、募集しております。えー、CIC オフィスのコワーキングスペースについて興味がある方は、えー、皆さんぜひですね、えー、Google で c i c 東京というふうに検索をして、ホームページからお問い合わせをお願いします。 えまたですね番組のご意見などはですね今の配信のですね方にコメントをいただくかもしくはハッシュタグ CIC 東京などでつぶやいていただけると幸いでございますよろしくお願いしますはいえそうしましたらですね日本の老舗でございますはい老舗とはということで三代百年同業で継続し現在も生業であることということで玉木屋さんも所属されているトトの連会さのホームページにこういったものが載っておりました はいでえー、帝国データバンクさんの調べによると、100年企業というくくりなんだそうですけれども、えー、そういった数を2019年調べたところに、老舗企業3万3000社あるということでございます。はい、で内閣府の知財計画の方にでもです、ね、2020、2021とです、ね、2年連続で、えー、京都府の取り組みを参考にしてです、ね、クルージャパンの観点から、えー、老舗を国内、海外にブランド化して発信していきましょうということが書かれております。 はいというわけでそんな、えー、注目の集まっている老舗でございますが、えー、伝統はイノベーションの連続であるということで、えー、新橋玉木屋の10代目後藤主玉木京子様にお話をお伺いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますありがとうございますいやめちゃ嬉しいですねあのー、皆さんあの玉木さん今日はあのー、花粉症でちょっとマスクをあのしながらやりますよってことでもう本当によくわかりますもう,もう目がねしばしばもう <laughs> 本当に外もいい天気なのか、こうなんかこう花粉が、ね、全力で飛んじゃってる気もするので、今日はあのそういったところ気をつけながら行きたいと思います。えー、とあの水とかも、ねはい、あのよかったら飲んでください。はいはい、というわけで、えーまあ、最初にですねまずですね、えー、玉木屋さんの、えー、ご紹介をお願いできればと思っております。はい、じゃあ、はい、スライド、じゃあお願いしていいですか。はい、はい、ありがとうございます。 え新橋玉木屋は江戸時代の1782年に創業いたしまして、はいえー、まさに今日4月6日なんですけれども、うん、あの創業記念すごいですね。<laughs> ちょうど240年目を迎える。うわすごい。ちょうど本当にあのこういういい日にありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> すごいですね。たまたま。<laughs> はい。すごいですね。<laughs> すごい。めちゃめちゃすごいですね。<laughs> それで、あのーまあ、創業が、あのー、頃時代背景的には徳川十代将軍家春の時代となりまして歴史を好きな方はあの田沼老中,老中田沼を築くその頃の時代でしてで、あのー、元号で言いますと天明二年ということで えー、天明の大飢饉ですがで浅間山の噴火ということでちょっと歴史とかであの、はい、教科書とかで習った方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、でその頃にもともと玉城家はあの新潟の出で,でして玉城七南房の玉城七兵衛というものが江戸に出てきまして、はい、でその頃に禅の,の僧侶から教わったあの黒豆のお、あのー、お醤油とお砂糖で煮たお豆ですね、はいはい、を 煮方を教わりまして、はい、それを江戸市中であの座禅座禅と天秤棒を担いで売り歩いたということがあの創業の始まり,あります、はい、なので実は創業時点では、えー、座禅豆の、えーえー、お店だったというところでスタートされてるんですよね,すねはい、はい、そして次の写真が今度は出てきますね割とこう近世に近づいてきてるイメージですかね 江戸後期からですね、はい、あの明治あの中期くらいまでの写真なんですけども、はい、これがあの左側の品川宿の方からあのこの写真で言いますと右下の方にあの日本橋の方にですねうん、うん、続く旧東海道の,あの道のちょうどこの真ん中ちょっと写真見づらいかもしれないんですけど。はい 真ん中にあの人が立っている店舗があるんですけど、それが玉木屋でして、あすえー、でここがあの創業の地で、今の新橋の角が今お店あるところからあの創業の地は何ですかね、ちょっとこうはな最初離れてたんですけれども、はい、ここがあの一番最初の創業の地ということですね。これ結構高いところから撮ってるようなところなのそうですね。うん ね、今だったらドローンで撮りたいようなあの画角なんですけどすごいじゃそういう高い建物の多分ち近くにあったんですよねきっと後ろから撮ったのかな、ね、はいじゃあ次お願いしますはいでこれがあの明治のおそらくまたお店変わってるので明治中期から後期かと思われるんですけどもやっぱり座禅豆があの人気が出ていてあのお客様が あの2丁先まで並んでくださったっていうことの写真なんですけどもそうですね2キロも並んでくれたという、うん、すごい大行列ですねこれ、うん、はいもう当時じゃあもう本当に人気商品ということで、うん、そうですね、うん、あとはその新橋はあの下遊会がその頃あのー、華やかだったので、はい、あのー

あの建物に近い、ねお。じゃあ、あの、今のお店の前の交差点のところが、ちょうどこの。都電が走ってた。そうですね。<ー>電車が映ってると思うんですけど、あと右下の方があの、すごいなと思うのが。はい、あの手信号の、止まれとか小さく書いてあるんですね。はい。はい、そういう手信号でやってる頃の。あの、この切り替えを手でやってるんですよ。これ、きっとね。そう、おそらくそうです。わわ、すごいな。<laughs> 今すごい大きいあの、ね、交差点のところに玉置屋さんありますけども素晴らしいですね。なるほど、はい。ありがとうございます。そしてはいで、あのー、今現在あの3代目ですねから、あのー、佃煮を3代目の玉置七兵衛がいろいろと工夫したしましてうん、うん、今現在の,あの独自の味わいの玉置屋の佃煮を。 しはいね玉木屋さんといえばもう筑谷ということで皆さんご認識あるかと思うんですけれども、はい、3代目がお初めになられたということでございます。はいありがとうございます。さて、えー、そんな玉木屋さんにあのお生まれになられた玉木さんなんですけれども。はい 何て言うんですか自己紹介を皆様にお願いしておりまして、はい、あの老舗のご当主って皆さんどんなこと考えられてこう後を継がれたんだろうとか皆さんすごく興味を持たれているので、はい、そういった部分も含めて自己紹介をお伺いしていければと思いますはい、はい、えと私はもともと兄とあの姉と私の3人兄弟でして、えー、あの母が、あのー、9代目で先代だったんですけれども今会長になってるんですが 母はもともとお嫁さんであの玉木屋に嫁いできた人なんですね。で、まあ、そういう中であの、まあ、義理のお父様ですね潮太さんにあなたに継いでほしいということで母がまあ急遽 あの9代目を継ぐことに、あのーうん、なりまして、まあ、そういう中だったので、まあ、兄も大学に通いながら玉置屋をこう手伝っていたんですね、えー、<laughs> でまあ姉もあの経理系の学校を出て、うん、あの今営業を回ってあの経理の,あの総務経理をやってくれてまして、うんはい、なので私もそういうもうなので自然にこう家業はもうみんなでやるものだっていう自然な流れだったので。うんうん 本当に短大を卒業してすぐに玉木屋に入りましてもともと接客業がすごく好きだったので高校時代から結婚式のホテルのアルバイトしたりですとかウェイトレスをしたりですとかいろんな今からもっと全部接客業だったんですけどもそれもありましてまず新橋本店の本店の方で二十歳からあの今日まで。 ずっとやっております。<laughs> うんうんうん、そのじゃあもう最初からもそこは、あのう、お家に。の鍵をついていくよっていうのは。思ってたと思うんですけど、でも三人兄弟いたら、誰が継ぐの、はい、とか。なんかそういう会話ってあったり、<あ>これ聞いていい話。聞 <laughs> 大丈夫、大丈夫、<laughs> 大丈夫。話、はい、兄が、あの、もともと、あのー。そうですね。いやいや大丈夫ない。です やっっっぱりちょと病弱だたんですね精進連作などありまして前にはもう32歳でちょっと他界してしまったんですけれどもそういったことでですねなので私が入社しても本当に少ししてからちょっと闘病などやってましたのでなので母と姉と私と私娘2人も女の子なんですけども今女系でみんなで支え合って頑張っています。 ありがとうございます、はい、そういったところで後、えー、とついでいこうという話になられたんですけどそ,のそういったその玉木家を支える家訓みたいなものは母がお嫁さんで来た時はその時あのこう家訓らしいものっていうのはなかなか、あのー、なかったんですけれども、はい、なので母がまあ入りましてもともと続いてる佃煮はあったんですけどまたさらにブラッシュアップして。はいうんうん あのやっぱりお醤油の辛さというのもやっぱり年々昔はもっと保存食あの冷蔵庫もないので、うん、保存という意味でもっともっとしょっぱかったんですね、うん、なのでやっぱり10年20年スパンでそういったところの味の見直しなどもしていましたのでああの美味しいものを皆様に美味しいものをお届けするということを、うん、あの掲げましてあの新商品もいろいろと開発しまして。 そうですね、まずはその皆様においしいものをお届けする。であと接客モットーに関してはあの低く優しく温かくという接客モットーがありまして、うん、で私もすごくそれは大好きでいろんな接客業をしていると、うん、まあそれは本当に真髄だなと思いますので低く優しく温かく。いでですね社内でも答えるごとに あのもちろん今でも接客モットーなんですけども、うん、まあお客様に関してもそうですし、まあ、一緒に働くスタッフ同士でもそういう気持ちであの大事にしている言葉です。うん、こうすごくそのあ低く優しかったからいいですねこう、うん、なんかこうリピートを <laughs> <laughs> したくなっちゃいますね。 あの玉木さんの何て言うか、うん、玉木さんい,もういつもお話に行くとすごく優しく接してくださるんですけどやっぱりそういうねた玉木屋さんの精神みたいなのがやっぱりあなるほどそうなんだなというのも今伺えたんですけどあの皆様に美味しいものをお届けするっていうのはこれはなかなかそ,のそうしたいもののすごく何ていうかチャレンジングなテーマというかですねその要は時代性のお話も今していただきましたけど、うん、その老舗として えー、変える部分変えない部分というのがあってそういう中で美味しさも世の中変化していくという中でそういうのはどのように捉えていらっしゃるんですかそうですねいや本当にあに味覚っていうのは本当にやっぱり皆さんそれぞれなので難しいことだとは思いますのでまああのそうですねまあその時母が、まあ、あの会社に入った時はやはりあのまずは何か軸を何、まあ、あですかねこう なるほど。ということで、あの掲げてはきて、ね、ここを目指そうというのがまず家計声というか、えー、あのはいはい。なので、まあ皆さんがっていうのはなかなかあの本当に難しいことだと思うんですけども、はい、やはり常にその時代時代の。 やはりこう20年前の70代の方と現在の70代の方っていうのはやっぱり味覚違うと思うんですね、うん、すねおっしゃるとおり。なので、本当にその時代時代の,、はい、あのバックグラウンドだったり、食生活だったりにあったものをお届けするっていうことかなと思う。はい、なので ずっっとと追求し続けないといけないなないいいてもうこればっかりは皆さんその例えばその、うん、変えていいところと変えていけないところを、ね、切り分けっていうのはなかなかその言語化はできないっていうふうにおっしゃられる方もいるし逆にも,でも全く変えませんっていうところもあったりとかもう本当にお家ごとに方針が違うのでなんかそこはお伺いしてて本当に勉強になるというかやっぱりでも 食べ物っってて時代にやっぱり合わせていかないいとっていうのはありますよねなので本当に母の頃も10年スパンでちょっとずつちょっとずつやっぱり今のお客様をがっかりさせないようにその10年スパンでやっぱり少しずつ辛さも変化させてきたのでだやっぱりいきなりガラッとは、うん、あの変えずにやっぱり今のお客様を大事にしながら少し先のお客様も 見て,ていくとうことは私自身もあの心がけるようにしてます、ねはい、ありがとうございますあの。これから先のお話というところが出たところで後半戦に入っていきたいと思います。残り15分ぐらいで、えー、イノベーションについてのお話をお伺いしていければと思うんですけれども、えー、じゃあ、はい、お願いしていいですかはい、ありがとうございます。サン これはあのちょうど私があの社長就任した時が去年の,あのコロナ禍の,あの一番大変な頃だったんですけれどもまあ皆さんの外に外食お酒を飲んだり食べに行けない時でしたのでそんな時にあのご自宅でワインなんかもよく召し上がる方があの増えたっていうことをお聞きしましたのであの佃煮とかを普段召し上がらないお客様にも たまき屋の製品だったりですとか何かこう喜んでもらえるものはないかということでまあ本当にもともとたまき屋をご存知いただいてつくだ買ってくださる方が本当にありがたいんですけども全くこうそういったご縁がない方にも何か喜んでいただけるものはないかなということでもともとあのサンマのさんにというあの商品が人気商品があったんですけれどもそれをワインに合,合うものということであのフランスの,あのゲランド地方のですね あの完全天皮縁のあの使用があるんですけども、うん、まあ、それを使ったあのサンマゲランド園っていうのを出しまして、で頭から骨ごと全部あの召し上がっていただけるんですね。なので栄養価も高いですし、あのワインなんかと一緒に召し上がっていただいて、あのタマキヤの製品をこう新たに知っていただけたらなと4倍、うんうん、で作りました。 1あの一つイノベーションというか新しい試み、あのやっぱりこう今回コロナの騒ぎをまあきっかけに、うん、あの皆さんいろいろな新しく試みをスタートされたということでやっぱりワインに着目されたっていうのは1つ大きいこう着目点なのかなと感じるんですけれどもやはりこう百貨店の中でも佃煮売り場っていう中ですとやはりこうできることっていうのは借り切られてきてしまうので。 なので、こうワイン専門店のお店にもちょっと置いていただけるようなあの販路のそういう意味では新規の販路開拓にもつながりましたし、あの玉木屋のあのお客様そうでないお客様にもアプローチすることができたかなと思っております。お玉木屋さんとしてそのコアの部分としてはやっぱりこうなんていうんですかね、もともとさんまの山椒人を作られていたところでの、うん、その。 えー、素晴らしい商品を素晴らしいサンを仕入れるルートとか目利きとかいうところはまずあの玉木屋さんとしてお持ちの部分で,でそれをどう加工するかっていうところがつくだ煮ではなくてこういうふうにゲ、あのー、ランドの塩を使うことで、えー、違う新しい設定を見つけに行ったってことですよね。うん、そうですね,、うん、ですね売り場今変化してきてますもんね。 そうですねやっぱりあの世界のふりかけですとかちょっと洋風なものもありますのでなので本当につくだ煮を普段召し上がらない若いあの方もあの逆にふりかけ屋さんだと思っていらっしゃる方も <laughs> いらっしゃるんですね<あ>それで「あ佃つくだ煮屋さんだったんですね元々は」なんておっしゃっていただいてで逆にあのご両親だったりとかあのおじい様、ま、おばあ様で。 にお送りりしていただいたただそういう逆の若い方から上の層の方にという方も増えてきているので玉木屋としてはこういろんな商品を通していろんな層の世代の方から、あのー、間口を広げていきたいなと思っているんですけどもそうです、ね、なので <laughs> お,おそらくそのふりかけとかもですねあの隣接領域というかですねすごくあの皆さん玉木屋さんのふりかけって <laughs> 具がすごいんですよ本当にマジでどしっとしててすごくないですかちょっとふりかけってそうそういう印象じゃなかったんですげえなみたいなこれめちゃめちゃ <laughs> あのぜひ皆さん食べてくださいねあのあ老舗通販で検索をしていただくとあのご購入いただけますけどあのなんであのこうどっち側の隣に行くのか佃煮があってえー、魚介の仕入れがあって どっち側にこう倒していくかってすごいセンスが問われるというか、あ、ふりかけ側だなとか、例えばじゃあワインに合うやつに倒していこうでその一歩こう隣にこうそれぞれ踏み出されてるんですけど、それどうやって決められてるのかなっていう。 あのふりかけも本当衝撃だったんで、あれはちょっとみんなに本当体験してもらいたいんですけど、はい、ふりかけはですね、本当にあの先代の、うん、あの私のその母の味だったんです。イタリアントマトも、うん、あのそれこそ洋風の走りの世代なので、自宅で作っていたパスタソースのをふりかけに、うんはい、もう本当に母の遊び心で最初作りまして。え それであのまあ最初は本当にあのもうその頃はまだ佃煮の中にポツンと1つだけイタリアントマトだったので、うん、あのなかなか最初は日の目見えなかったんですけれども、はい。 それであの会議の担当に社長としましょうかなんていう感じがあったんですね。会長もすごい思い入れがあったので、はい、あの頑張っていたんですけどもね、はい、それで、まあ、ある時、まあ、まあじゃあもうそろそろちょっとね諦めようかねなんて言った時にですねあの秋元康さんの「ブルータス」っていう雑誌でふりかけの突然金賞だきまして <laughs> 本当にあの首の皮一枚でもう本当にあのままやめなくてよかったなっていう。はい それであのラインナップを増やしましてできたんですけどもなのでやはり母はこう少しそういうやはり洋風の感覚も持ち合わせていたのでそういったところでやっぱり大胆な改革っていうのは母の代にやっぱりしてきてくださったので、はい、あのそうですねなので、まあ、それに関してはあのそうですね、まあ、洋風の今もラインナップが増えてますのであとはまあその世代世代に合わせて あのそうですね、ご提供できるものをまた考えていきたいと思っていますけども、はい、本当になんというか、結構、その、ね、やっぱり全然違う軸を打ち出すのって、今、お話をお伺いしてて、私、自分の会社でもあることなので。 社長これどうするんですかみたいなもう本当苦しいというか <laughs> いやこれね俺やった方がいいと思うんだけどなみたいな、ね、<laughs> ダメかなみたいないやもうちょっとねこれ <laughs> うんそろそろね、うん、あのどうしましょうねみたいなすいませんすいませんって言ってこうずっと肩身狭い思いで続けさせてもらってねなんとか、うん、でやっぱ神様ってんかそういうとこありますね、うん、もう無理かなっていう時になんかこう道が開けたりするの、うん、<laughs> もうちょっと。 やっぱなーこれもうこれ以上社内にも迷惑かけられないしなこれはちょっとあこうしようかなしようかなっていう時にこうバンと道が開けたりするそうに、ん、お伺いして本当に、なのでそういう母のやっぱりあの勇気といいますか、うん、あのそういう改革精神は本当にあの見習っています。うんうん、あそうですよね、はい、なんかもうお話をお伺いするとゴッドマザーというかすごいですよね。はい うん素晴らしいやっぱりそういうそのチャレンジしようぜというかあのもうこういう,うチャレンジもしていかないと道が開けないんだよっていうのを背中で見せてくれてというところでそういった延長で、まあ、このサンマのゲランドの塩の商品みたいなのが出てきたっていう、はい、そのスピリットはだから玉木さんにも、はい、10代目にも引き継がれてるってことですよね。 あの私はのですね、あ,あ,りがとう画面ありがとうございます。あの私あれですね、イチジクのですねグラッセ、うん、あれを頂戴しまして、うん、皆さんですね、あのやっぱこのワインシリーズ、あの自分の中で勝手にワインシリーズって呼んでますけど、<laughs> 玉木屋さん、なんかよくわかんないですけど、おしゃれおしゃれです全部すごいおしゃれなんですね。で、そのいわゆるその佃煮屋さんって皆さん捉えていただいている方もいらっしゃって。で さっきおっしゃったみたく、その、なんていうんですかね、そのお茶漬けから入ってくる人とかもいるし、でいろんな方面から入ってくる方いると思うんですけど、ワインシリーズって自分が読んでる <laughs> ラインナップがあって、だそく佃煮も実はワイン合うんだよな、みたいなところもあったりするんですけれども、その一軸のグラッセ、あれは、どのけ、座禅豆の系統に入ってくるんですかね、この。 この玉木屋さんの商品ツリーの中でどういう解釈なのかなって、えー、<laughs> もう本当に一軸のグラスで超でかい一軸がどんどんって入ってましてめちゃめちゃ食べであるんですけどあれと、まあ、ワインですねそうですねカベルネ、うん、違うなあのシャルドネとかですかねもうめっちゃ合うと思うんですけどあと。 ね赤ワインもいろいろ合うなみたいなことを思いながら食べてたんですけどあれど,どこの系譜なんですかあれはあれはですね、うん、やっぱりあの母の時代にイチジクっていうものが、はいはい、あのー、<laughs> こういうふうにっていうのかあのやっぱり裏庭にあの、はい、日本のうん、うん、庭の裏庭にあるこう木っていうイメージがあったらしいんですね。はいはい、ただヨーロッパでははっていうのは人、はいはい 人類が初めてプランテーションしたのがイチジクですとかクレオパトロが愛したイチジクってすごく歴史が長いんですね。なのでそのイチジクの甘露煮っていうイメージをなんとか出したいっていう思いからワインとかレモンとかりんご果汁を使ったイチジクグラッセという名前でイチジク甘露煮って っていうどうしても言ってしまうとイメージがまた出来上がってしまうと、やっぱりワインに合うような、おしゃれなものっていうもので作ったので、それこそおっしゃっていただいたそうですね、ワインシリーズ、本当にワインシリーズ。自分の中で本当にワインシリーズですよ。めっちゃ。おすすめするときにワインに合うでって言うんですよ。ぜひ、マークをおすすめみたいに言いたいですよ。ワインおめのの中にワインシリーズみたな絶対ねあると思うんですよ。なんかその、 ワインファンってトリッキーな人多いので、うん、その何て言うんですかね、チーズで当然その合わせてきたりとか、うん、じゃあまあそういうフレンチがとかイタリアンがとかスペイン料理がみたいな。うん、だけどそうじゃなくて変化球で、いや違うんですよ、玉木屋さんのこれと合わせるとめっちゃおもろいやんって言ってくれるんですよね。うん、そういうのをしてやったり、お前老舗好きだもんなみたいな、好きですみたいな。うん、<laughs> そこがめちゃめちゃ痛快なんですけど。うん、だから けいふでいうと甘露煮けいなんだけども甘露煮と言ってしまうと、うん、そ,うでそうですよねだからそこからちょっとグラスちゃんいちじくのグラッセちゃん、うん、みんな、ま、マジで美味しいねでこれねあの,ぜひあの楽しんでいただければと思うんですけどそういうすごくイノベーションをご当代でもやってこられたと思うんですけど他にもいろんなチャレンジされてると思うんですけれどもどんなチャレンジを そうですね、あと、はい、は私になってから、まあ、あの台を継ぐ前から、ですね、その医師サイトの方の、はい、あの自社サイトですとか、うん、あの各モールの方に力を入れてきていましたので、まあ、それが本当にあのコロナ禍、そこでまたあのより。 店舗が厳しい時に、うん、あの売上をしっかり作ってこれたっていうのもありますので、うんうん、またそこをあのより強化、うん、あのしていきたいと思っております。なんかここから先の、えー、残り時間もわずかとなってまいりましたが、はい、展,展望というかですね、はい、えっと考えていることとか、はい、あのご共有いただける範囲でそうですねあのちょうどあの新橋の本店がですね今度あの8月22日に新しいあのそれこそ本当に あの新虎通りの,あの、まあ、旧マカサ通りのところに店舗が移動することになりましたので、はい、あの今の新橋本店はあの8月の14日までの営業になるんですけれどもあの8月22日からはですねあの新しい店舗にあの変わりますのでまたそこで今を大切にしながらも、ま、たちょっとあのそこに新しさを加えた店舗にあのしたいと思ってますのでぜひ。あの しししてててまますすので皆さん楽しみにしていただければなと思っておりますはいあの、これからの展望ということで、あの、えー、もしやしい東京からほど近い、はい、あのところにあのご移転されるということで、はい、私もこれまで以上にあのお伺いできればなというふうに思っております。あの、じゃあですね、残り時間、最後となってきましたが、 えー、最後に見ていただいている皆様に近いことをおっしゃっていただいたと思うんですけれども、はい、あのメッセージがあればあの、はい、まとめとしておっしゃっていただければと思います。はい、もう本当にあのちょうど4月6日、今日で240年を迎えることができましたのであの、これも本当に皆様のおかげだと思っています。はい、なので、今日からですね新橋本店でもあのお会議いただいたお客様にはあの、いろいろ記念品をですねあのご用意しておりますので。 あの動物の間、皆様にあのお配りできるようにあのしておりますので、ぜひあの立ち寄りいただければと思います。なので<ー>新しいお店に来ましてもぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんあの私はもうあの圧倒的にあのワインシリーズをはじめとして、でスタンダードあのねお茶漬けも最高なんですよ。 うん、あれ美味しいですよねなんかお茶漬けっていう概念じゃなくてあれ結構なん、なんですかねお家で締め食べるぐらいの勢いの感じですよね。そうです、ね、うんもう本当になので夜食でもお茶漬けなので、うん、本当にさっぱり召し上がっていただけるのとちょっと柚子風味のお出汁なのでの本当に香りもよくてあのお茶漬けシリーズ結構いろいろ最近は増えてきてると思うんですけど、うん、ぜひあのあのお出汁の味をですねあの召し上がってうちの し上がってはい具がね本当にしっかりしてますんであの高級感もあってですね多分あれお客さんとかに出しても喜んでもらえるんじゃないかなって思います。 はい。というわけでですね、えー、本日もお届けしてまいりました、えー、日本の老舗、えー、CIC ライブということでございますが、えーと、本日もお届けしてまいりましたのは、スターマーク、林正勝でございました。本日ゲストはですね、新橋玉木屋10代目ご当主の、えー、玉木京子様でございました。玉木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えー。それでは皆様、えー、伝統の良いものを現代へということで、また来週お会いできればと思います。ありがとうございました。